近畿エリアのウェザーニュースアップデートです。青い空と白い雲のコントラストが暑さを際立たせる一日になりましたね。滋賀県豊里町のコロンさんからは、日差しはじりじり、家で簡易プールを出して水遊び、二人ともやめろって言いながらずぶ濡れ、あたりもびちょびちょです、なんか気持ちよさそうとリポートをいただきました。足が水に浸かっているだけでもなんとも涼しげですね。明日もプールが恋しい暑さとなるのか、詳しい予報を見ていきましょう。今日に引き続き晴れてじりじり暑くなります。雲が時折太陽を隠してくれますが、猛暑日となるところがほとんどです。喉が渇いていなくても汗をかいたら水分補給をするようにしてください。夕方になると和歌山の南部ではざーっと雨になります。今日明日は祇園祭りの宵山。京都市の子ども店長さんからは、宵山を楽しんでいる様子をリポートをいただきました。皆さんも残りの連休の天気をしっかりチェックして夏を楽しんでくださいね。それでは、ウェザーニュース。